はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ニュージー裏取りライフのお時間です。今日はですね、どこ行くかって言いますと、うちの近くにですねポッタリー屋さんっていうのがあって、そこでね、ポッタリーっていうのは陶芸みたいな、そう陶芸みたいなね、元のねお皿とか飾りがあって、焼いてくれるのね、ペイントしてそれを焼いてくれるというサービスです。はい、そんなところにちょっとこれから行ってみます。うちから本当に車で5分ぐらいで着く場所なんで、5分もかかんない。3分持ってきてチンしてくれるわけだよ。それじゃあ行ってみましょう。バイバイ。あ、バイバイじゃない。行ってきます。行ってきます。行ってきます。ビヨンス。行ってきます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 。近いよね。こちらです。ポッタリーアーティスト。ね。本当だ。こちらでーす。アーティスト。しすぎただけ。そういう問題なのでしょうか。もうめっちゃ可愛いよね。あれ？ここにあった魚じゃない。これほら、魚とかがいっぱいあって可愛いやね。よし、行きましょう。どんなのがあんの？こうやってお皿とか、なんか醤油差しみたいのもあったりするのね。マグカップとか。マグカップね。まあ、いろいろ普通のこう置物系もあるけど、まあ、なんだかんだ言ってやっぱ使えるのがいいよね。すごいね、お皿とか、シリアルとか食べるのに、なんだろう、このサイズ。結構使えるよね、このサイズね。そう、うん、子供はね、ご飯お皿がないとさ、手形取れないじゃん。そうそうそう、広くないとダメなのよ。これね、うち毎年、子供のお誕生日が来ると、その年の手形を取ってる。あ、取ってんだよね、そうだね。お皿に手形を取ってるんだけど、今年はね、ロックダウンでちょっとずれて、そうだね。お皿？これかわいいよね。あ、それかわいい。これ二人でこれにしようよ。やったー。これでお寿司とか食べたら最高だな。あ、かっこいいね。うん、いいんじゃない。紫これすごい質感があるよね。でしかもこうなんかぶっといのをやる、こっちの太いやつやるとこうやってちょっともっこりするような感じでね、なんかすごく質感が出ますよね。ふーちゃんは下書き中です。お、下書き中。お、レインボーいいじゃん。うわ、タラちゃんいきなりいった。あーあー、あ、手形つけるんだよね。最後にね、最後に手形を上に乗せる感じ。 あまり分厚くしないでねってお姉さんが言ってたからね。めっちゃ自由やな。すごい、タラちゃんの中ピカソっぽくなってきたね。これまたさ、焼き上がると全然色が変わるから。あ、そうだね。なんか色がさ、可愛い、結構パキッとね、綺麗になるんだよね。お見事の色。そうそうそう。これで見るとなんか淡い色してるんだけど、実際焼き上がるとね、結構鮮やかな色になるんだよね。ふーちゃんは真剣です。ふーちゃん真剣です。しかも可愛いな、このね、ラブアンナサラって書いてあるのね。あー、本当だ。めっちゃ可愛いや。太陽とレインボーと、めっちゃかわいいやん。手形を取りたいと思います。手形、うん、手形パー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 、大きいパー。うわーすぐったいね。ギュッとね、押し付けるよ。いくよ。こうやってここにギュッて。おお、いったいいじゃん。いいね。あ、結構綺麗な手紙できたよ。いやいや、あ、そうだね。お、上ちゃんも進んでますな。お、
いいね、その文字がね、この太字みたいなこう 3D っていうかさ、ね、それが書けるのいいよね、うん、結構力がいるな。そうだね、ちょっとタラちゃんには難しいな、うん、ハッピーバースデーだな。おー、タラちゃん、ウーちゃんのもなんか仕上がってきてるじゃない。おー、色合いがすごいね、いいね。お、うーちゃん完成？うーちゃん、おー、すごい、かわいい。ちゃんとなんか雨粒がいっぱいついてて、ここの太陽の顔が何とも言えんね。完成、タラちゃんも完成。おー、いいじゃん。楽しみだね、これね。ハッピーバースデーで3歳で手形も入ってるっていうね。いいね、うーちゃん楽しみだね、これ。こうやってね、ちゃんと塗り上がってるやつとかも売ってます。かわいい、これもこういう風にかわいいね。これもこのマグカップもなんかすんごい特徴的でめちゃくちゃかわいい。このお魚とか牛とかこんなかわいいね、タルちゃん。かわいい。まあ飾る用のお皿だったり、実際使うこともできるんでね、結構便利なんですよね、このサイズって。行きましょうか。行きましょう。楽しみやね。出来上がり、バイバイって。とりあえず、うーちゃんバイバイ。バイバイ。楽しかった。楽しかったね。めっちゃ可愛いよね。ちょっと可愛いかも。いや、出来上がりが楽しみやな。またこの使い方、かわいいよね。あ、金魚よ、金魚。金魚もいるよ。まあこんな感じでね、出来上がりが楽しみです。だ、2週間ぐらいだっけ？2週間、うん、2週間ぐらいでね、まあ、出来上がるということで楽しみですね。このお皿がね、結構使い勝手がいいんで、いいんだよね、丈夫で。うちでも結構いっぱいあるんで、うん、使ってるのね。もうだって、うーちゃん生まれてから毎年来てるからね。そうだね、どんどん増えて10枚ぐらい。毎年、そんなあったっけ？あるある。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもー、どうもー。到着です。ポッタリー屋さんです。この前絵を塗ったやつが焼き上がったってことで、今日来てみました。こんな感じでね、うーちゃんと一緒に中入ってみたいと思います。行きます。よし、楽しみだね、うーちゃん。うん。そのお皿を使って今日は何か食べようね。うん。あれ？開いてる開いてる開いてる。よし。かわいい。うーちゃん楽しみやな。そう、こういうね、絵の具を使って塗ることができるんだね。今日は塗らないよ、うーちゃん。今日は塗らないよ。あー、あ、Thank you。 Did you want my phone? Should be alright. Yeah. Cool, cool. Okay. I'll put this in between them. Ah, yeah, yeah. Then they won't hit each other. よっしゃ。Thank you. Cool. Thank you. All good.Cheers. よかったね、うーちゃん。かわいい。おー、すげーな、これ。これがサラちゃんの作ったハッピーサードバースデーと、この裏が、うーちゃんのやつね。めっちゃ可愛い、このうーちゃんのつぶつぶ。ちゃんと雨がさ、ちゃんとつぶつぶしてるね、これ。可愛い。